皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、本日はですねシグマ FB FPL についてレビューをしたいと思います。このカメラですね、私以前から使っているんですけど、最近なんかすごい人気あるらしいじゃないですか。私持ってるのはこれシグマ FPL というカメラなんですけども、シグマ FP の方がだいたい20万前後で手に入る金額で手頃だっていうのもあったりとか、あと有名な YouTuber さんが最近 FP 使ってシグマ FP を使って、動画を投稿したりとかっていうのが、まあ、効果があるのかなと思ってるんですけども、私あんまりねこういうトレンドに敏感な方じゃない YouTuber でこうゆったりやってるんですけど、今回はちょっと、便乗しようかなと思うんですね。で、私が思うにこのシグマ FP、FPL が今売れている理由っていうのは、人気がある理由っていうのは、今のカメラ業界にない部分のブルーオーシャン、一周回ってブルーオーシャンになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、今日はですね、まあそういった理由とか、私がなんでこのカメラ使ってるのかっていうのをご紹介したいと思います。星空を撮る人、それから風景写真を撮る人も、まあ同じだと思うんですけど、今から私が言うことをすごい理解していただいてると思うんですが、まあ新しいカメラ、最新のカメラとかね、いろいろ、出てきてる中で、買いたいな、欲しいなと思っても、いらない機能多くないですか？特に星空の写真なんてオートフォーカス使わないし、まあ動画も性能そんな良くなくていいわけですよ。じゃあ何がいいかっていうと、画素数ほどほどで、まあ2000万画素から2000万画素でいいよね、2000万画素ほどほどで、画質のいいやつっていうのかな。で、暗いところでちょっと液晶のブースト機能があってとかね、まあそういう細かい機能もちろんあった方がいいんですけど、基本的にはオートフォーカスもいらない、動画性能もいらない。そんな中で市場のカメラ新商品見てみると、やれ動画性能がアップしました、それからオートフォーカスの性能がアップしました、手ブレ補正がめちゃめちゃ効きますとか、そういう、まあ、自分の撮影には関係ない機能がどんどん上積みされて、で値段が高くなっていくというような状況なんですよ。やっぱり写真の投稿とか見てると、それこそ私の代から上の成形写真撮ってる方とかは、いまだにキヤノンの EOS 6D を使っている方が多いんですね。まあその理由ってやっぱそこなんですよ。なかなか買い替えられないっていうか、買い替えたいのに買い替えたいって思える、欲しいって思うカメラをメーカーさんが出してくれないっていう、正直そういう状態だと思うんですね。まあこれは私がいろんなカメラのデータいじった感覚っていうか、もう何の理由の裏付けもないんですけど、まあ裏面照射センサーですよね。裏面照射のセンサーになると画質落ちますよね、ちょっとね。表面照射って言っていいのか分かんないですけど、裏面照射のないカメラ、私2年前かな、パナソニックの、DC-S5 っていう、カメラですね、使ったんですけど、その時に、うわ何この画質って思ったりとか、あとニコンの ZFC 使った時にね、うわめっちゃいいじゃんって思ったりとかあったんですよ。そういうカメラって裏面照射センサーじゃないんですよね。あとオートフォーカス、位相さえ含むとやっぱり画質落ちるかな。星の写真ではね、画質落ちるっていうか、なんかねちょっとマイルドになるっていうか、シャープじゃなくなるような感じがあるんですよ。まあだからそういった機能上積みされても、まああまりメリットないんですよね、正直ね。まあでも私ってその高画素のカメラも使ってるし、その最新のカメラ、ニコンの Z8 とか今気に入って使ってますけど、そういうカメラ使ってる理由はまた別に理由があるんですよね。まあそこはだから置いといたんですけども、一般的な皆さんの考え方ってそうだと思うんです。だから動きの速いもの、動体が速くなくてもいいし、動画性能もなくていいから、とにかくパシッと写真を撮った時にいい写りのするカメラを出してくれよっていうのが皆さん思ってることなんじゃないかなと思っています。でこのシグマ FPL なんですけど、やっぱこれ発売したのって結構前ですけど、そういった状況の中でね、一周回ってそういったニーズに応えてるカメラなのかなって思ってます。まあ動画性能結構これはそこそこいいんですよね、いいんですけど、まあ今時の動画性能っていう感じでもなく、でオートフォーカスはそんなにいいわけでもなく、でも写真はいいんだよね。でこの間さ、これが出たじゃない、この
シグマの 15mmF1.4 フィッシュアイ、このレンズがね、私的にはすごく衝撃で、これ持って先月アメリカに撮影に行ってたんですけども、このシグマ FPL とこの 15mmF1.4 のこのセットはね、すごい良かったんですよ。私いっぱいいい写真撮ってきたんですよ。ちょっとこっちに出しながら喋りましょうか。まあ、このレンズが良すぎて L マウント拡充しようかなと思って、最近あのパナソニックのルミックス S5-2X かを買ったりとか、もしたんですけども、まあ、とにかくすごいこの組み合わせが良くて、まあ、何がいいって写真がいいんですよね。でね、私そのまあこれは好みになりますけども、あのブルーに寄せたくないんですよ。それからマゼンタにも寄せたくないんですよ。で、大事なのは結構グリーンで、グリーンをどれだけ生かすか生かさないかっていうのが自分の中での写真の成型写真の色設定ではまあ好きな感じなんですよね。そこはすごく大事なんですよ。パナソニックはちょっとマゼンタ寄りなんですけども、ニコン、富士フィルム、シグマ、この3社はですね、そのグリーンが活かせるんですよ。だから私すっごい気に入って使ってるところなんですけども、まあ、本当にねいい写真撮らせてもらったんですね。で、最初私がこのカメラを買った理由っていうのは、とにかくこれちっちゃかったんですよね。めちゃめちゃちっちゃいんですよね、ボディがね。まあ、そのままこうやってポケットに入るぐらいのサイズなので、すごく小さいと。で、最近はあんまり大げさにカメラ持っていくことなくなりましたけども、やっぱり最低で3台は、カメラ持っていきたいなっていうふうに考えてるんですね。で、同じ数だけレンズもいりますから、でその中でなるべく、小スペースに荷物を持ち運びたいっていう中で、この Sigma FPL っていうのは私のニーズに、あったんですね。で、 FPL を使ったのは高画素、これ高画素機なんですけど、 FPL の方が、あの 8K タイムラプスは私一応やってるんで、 8K でタイムラプス残したいなと思ったからですね。あと USB 給電がね、 FPL ができるんですね。 FP が確か USB 給電ができなかったんですね。だから FPL を選んだっていうのもあります。やっぱり私いっぱいシャッター切るので、途中で電源切られるのは本当に困りますから、バッテリー、予備バッテリー以外にね、そういう USB 給電っていう手段は私は持っていたいので、それで FPL を選んだっていうのもありますね。成型写真撮るだけだったら、FP でいいかなって思ってるんですね。もしこのカメラ興味あるなっていう方は、FPL じゃなくて FP の方が成型写真にはおすすめです。はい。あの SSD ってあるじゃない、これ挿すと記録できるんだよね、このカメラ。こういう感じで、まあこれをこう固定する方法は何かしら考えなきゃいけないんですけど、 SSD に、直接記録ができるっていうパワフルな機能が載っています。これ当時結構画期的だったんですね。もともとは SD カードを使うんですけど、この SSD 使って記録ができるっていうカメラってなかったじゃないですか。今も少ないですよね。いくつかできてるのありますけど、 CF Express とかさ、すごく高くなってる中で、SSD の方が安い、しかも書き込み速度もこっちの方が安定してるっていうのがあったんで、あ、これはいいなと思ったんですよね。で、一応ね、シネマ DNG っていう動画記録形式で記録ができるんですよ。まあいわゆるロー動画だよね、これね。うん。だから真っ先にそのローで動画が撮れるっていうのを組み込んだカメラだったはずなんですよ。まあ、そういうところに惹かれて買ったんだ。使ってて、地味に、あ、これはありがたいなって思ったのがですね、あのカラープロファイルみたいなのあるじゃないですか。あれって基本的に切れないでしょ。オフにできないでしょ。まあオフにできるメーカーもありますけど、これね、できるんですよ。いろんな色設定がついてるんですが、あの自分はなるべくそのコントラストのついてないニュートラルな設定で撮影したいなって思ってるんですね。ピクチャープロファイルがオフにしてもらった方が私は画像処理しやすいので、変にコントラストついてるとちょっとノイズ乗ったりしてやりづらいんでね。あと Hα 領域っていうのがね、結構映るんですよ。星撮る人って、あの赤い星雲が映る映らないって結構気にするんですよね。それって可視光のギリギリのところで、そこを通してしまうと、その波長を通してしまうとホワイトバランスがちょっと狂ってしまうっていうのがあって、通してないメーカーさんっていうのが、割と、いや今は多くはないか、2社ですね
二社通さない設定にしてますけど、他のメーカーはだいたいちょっとずつ通るようにしてるんですけど、この FP はね結構映る、その中でも。で、試しにバラ星雲っていうのを撮った写真、これを水出しますけど、元データがこんな感じで、画像を処理するとこんな感じなんですけど、へえこんなに映るんかって多分分かってる人は思うんですよね。まあ、そういった、赤い星雲も結構映るので天体写真も楽しいっていうのがあります。成形写真だとそんなガンガン映るっていう感じもないですけど、ないよりはいいっていうレベルかもしれないですね。まず液晶モニターが意外と見やすいんですよね。星のピント合わせするときって液晶モニターの中に映ってる星とかを拡大するんですよ。で、ね、このシグマ FPL は8倍までしか上がらないんですけど、でもね、なんかそんなにピント合わせしづらいっていう印象ないんですよね。まあそれもすごくいいかなと思ってます。やっぱりちょっと使い心地っていうのは独特なところなので、他社のメーカー使ってる人がこうパッとシグマの FPL を使ってすぐ馴染むかっていうと、多分ああなんだこれ分かりづらいなって絶対思うと思う。まあそういうもんですよね、基本的に他社のカメラを使うっていうのは。ただまあ慣れですね、慣れだと思います。特に戸惑うかなって思うのが、これ映るかな、このピントの拡大するときとかですよね。十字キーのこの下ですね、この点で点で書いてあるこのマークを押して、フレーム移動 AEL フレーム移動と言いますけど、こうやってフレーム移動このボタンを押すと、こうどこにピント合わせますかって動かせるようになるんですよね。で、決まったらこう真ん中のボタンをポチッと押すと、こう拡大されて4倍8倍ってこう変えれるんですけど、この辺の操作性とかボタン配置とかちょっと独特なので、その辺戸惑う方は多いんじゃないかなと思いますけど、習熟度ですよね。使い慣れてしまえば、そんなことは問題なく、操作できると思います。ただね、まあ今いいとこいっぱいいましたけど、不満点はね結構あるんですよ。レリーズね、このレリーズがね、ほんと特徴的で、なんかね、4曲のレリーズなんですけど、なんかすごく独特なんですよ。だからどのメーカーのレリーズも合わないっていうか、これ純正なんですけど、これだとインターバル撮影ってこのリモコンじゃできないじゃないですか。だから自作したんですよ。自作して電気関係にちょっと詳しい友達に、大古門さんっていう私のお友達がブログでね、このシグマ FP を買って、そのレリーズで困って、その図面をね、なんかメーカーさんから手に入れたみたいで、その図面に従ってレリーズを作ったっていうブログを作ってらっしゃるんですけど、それを見てですね、私のお友達に頼んで私もレリーズ自作しました。すごい使いづらいの、これなんでもっとシンプルなレリーズにしてくんないのかなっていうか、他社と同じでいいよって思うスライダーとかローテーターとか、まあ、赤道儀とかも連携できるやつありますけど、ああいうのでレリーズをね接続してシャッターケーブルで完全に、モーション機と動きを連動させたいっていう時にはすんごくやりづらいんですよ。おすすめできないんですよね、自分で作んなきゃいけないから。あとやっぱ発売してしばらく経ってるからっていうのもあるんですけど、周辺のアクセサリー類がねちょっと少ないかなと思ってます。この今下の方のね、このアルカスイスのプレートがついてますけど、本当は L 字で欲しかったんですよ。でも L 字ブラケットはなくって、まあ三脚台座ついてるレンズを今は使ってるのも問題ないんですけど、あとケージもこういうやつをメルカリで手に入れたんですよね。こういうのがね、売ってるのがちょっと少ないです、今。そこもちょっと不便かなって思ってます。ただね、写真はいいんですよそこはすごく共感してくれる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、写真がいいんですよね。だからぶっちゃけこれ新商品も出なくていいかなって思ってるぐらいなんですけど、ただ2つ改善してほしいことがあるとすればですね、そのレリーズっていうところと、あとは液晶かな。やっぱこの液晶は持ち上がるようにしてもらった方がいいですかね。ちょっとね、上とか向けた時に見づらいんでね。で、上向けた時にさ、こういうパーツがあるんですよ。これファインダーなんですけどね、上からこうやって覗けるんですけど、これをつけるとね、そのなんだろう、なぜかこれ USB と HDMI ケーブルと、あとこれなんか通電の電気のやつなのかな、3つ刺さなきゃいけないんですね。だからこれを使うとね、USB 給電とかできなくなるんですよ。それもちょっと
不満かな。でなんかこれつけにくくてちょっとコツのいるファインダーなんですね、これね。だから私みたいに一回一回つけたり外したりするような人だと、あのなんかちゃんと液晶に映像が映んない時があったりとか、いろいろトラブルがあって結局これも使わなくなっちゃったんですよね。いろいろカスタマイズは可能なので、なんか魔改造一回しちゃったんですよ。こんな感じでしちゃったんですけど、そもそもこのカメラ俺なんで買ったんだっけって思ったら、ちっちゃいから買ったはずなのに、そこがスポイルされてしまう魔改造できるっぷりっていう感じで、今はまあこのスタイルに落ち着いてますという感じでね、簡単ではございますが、私が最近好んで使っているカメラ、この SIGMA FPL ですねについてご紹介しました。万人におすすめできるカメラではないです、正直。やっぱり今言った使いづらいところだったりとか、なんか工夫しなきゃいけないところっていうのがやっぱりジャンルによっては出てくるんですよね。ただ出てくる絵は自分はすんごい好きです。で JPEG 取って出しで撮るときはね、野外だとパウダーブルーっていう色があって、それがすっごい好き、すんごい綺麗な色なんですよね。そういう色設定の魅力っていうのも、この SIGMA のカメラの魅力かなと。割と最近アップデートされて新しい色が入っているしているので、まだまだなんか楽しめそうなカメラなのかなと思っています。はい、今ちょっと市場在庫少ないみたいですけど、ご興味のある方は、今日の動画参考になれば幸いでございます。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。